田中女性社長の不動産大学賃貸不動産経営監視部ということで、このチャンネルは不動産大学のセカンドチャンネルで賃貸不動産経営監視に合格するための知識についてアドバイスをするチャンネルでございます。今日やっていきたいのはですね、こちらの書面の必要性という項目いきたいと思います。書面が必要なのか不要なのかっていうですね、そういう論点がよく試験に出ますので、そこについて徹底的にやっていきたいと思います。ということでですね、チャンネル登録高評価まだしてない方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで早速いってみましょう。はい、それでは今日もですね、みんなが欲しかった賃貸不動産経営監視の、過去問題集にあるですね、重要な過去問の方から解説していきたいと思います。 P478 ページです。いきますよ。書面または電磁的記録によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。さあどうでしょうか、これちょっと基本的な問題なんですけど大丈夫でしょうか。はい、いきますよ。じゃあこれ答えいきますね。ではいきます。これ答えは、はい、その通り適切です。これですね、定期建物賃貸借契約は公正証書等の書面によって契約をしなければなりません。これ重要なのは公正証書等でございます。等です。公正証書じゃなければならないっていうのはですね、選択肢はよく宅建試験でも出るんですけど、公正証書じゃなくてもいいんです。書面です。公正証書等っていうふうに言ってるのはね、もう逆にもうこの引っ掛けをなんかもう誘発するような感じの教え方になってますけど、公正証書でもいいし、公正証書じゃなくてもいいんです。ただ書面です、とにかく。これ赤字ですね。書面によってってとこですね。書面によって契約を締結しなければなりません。したがって書面または電磁記録によらずに定期建物賃貸借契約を締結しても契約は成立せず、この場合は更新が予定される普通建物賃貸借契約は成立するという形になります。まあ、実務では書面でやらないことはまずないと思いますけども、こういうですね、法律のこういう原則があるということは必ず覚えておいてください。定期建物賃貸借契約は書面が必要でございます。書面または電磁的記録ですね、が必要になりますので、これね、必ず覚えておいてください。よく引っ掛け問題で出ます。それからですね、こちらのみんなが欲しかった賃貸不動産経営監視の一問一答の方にあるですね、問題で重要なのがこちらなんですが、 P554 ページですね。賃貸借契約を解除するために行う催告は内容証明郵便でしなければ効力を生じない。さあどうでしょうか。これあんまりですね、宅建試験だと内容証明郵便という単語はそんなに試験問題で出てこないんですけど、賃貸借試験はやっぱり実務入りの試験なので、こういうですね、実務で出てくる書面のね、具体的な名前を示して問題出してくるってことね、よくあったりします。はい、どうでしょうか。いきますよ。これ答えは、これもすごい実務でも使う知識ですからね。はい、はい、答えはこちらです。×です。これですね、債務不履行に基づく解除を行うためには原則として解除権の行使に先立ち催告をしなければなりません。で、賃貸借契約を解除するために行う催告は口頭で行うことや何らかの書面の提示等によって行うことも可能であり、必ずしも内容証明郵便を用いていなくても効力は生じます。はい、そういうことでございます。結構内容証明郵便でなければ効力生じないみたいな選択肢よく出るんですけど、あんまり内容証明郵便じゃないとダメっていう結論はあまりないですね、私は知る限りね。なんで、ここに関しては別に解除のために行う際は別に内容証明郵便でしなきゃいけないということじゃないですが、ただ後々裁判を起こすとかいうことを想定しているんであれば、内容証明郵便でやっといた方が、まあ、裁判上ですね、証拠として非常に有力になってきますので、内容証明郵便でやるっていうケースはまあ、比較的あるんじゃないかなと思いますが、そうじゃないと効力が生じないというふうに言われると、そうじゃありませんということでございます。ここね、明確に覚えておいてください。それからですね、このみんなが欲しかった賃貸不動産経営会社の教科書のですね、182ページに非常に重要なことが書いてありまして、ここちょっと押さえておいてほしいんですが、定期建物賃貸借の異議要件というところで、貸主による賃貸借契約の更新拒絶や解約の申し入れには、正当事由が必要です。そのため、一度賃貸借契約を締結すると、契約を終了させることが難しく、賃貸借契約が長期化しやすいことが、従前から問題になっていました。そこで賃貸借契約が定期で終了し、更新がない定期建物賃貸借という制度が導入されました。これさっきのですね、1問目でやったやつですね。で、定期建物賃貸借が成立する要件も次の通りですということで、ここに書いてあるんですが、契約方法で公正証書等って書いてありますね。これがとにかく重要なんですね。これ1問目でやったやつです。公正証書等の書面です。または電磁記録による。こうしないとね、成立しません、この定期建物賃貸借っていうのは。公正証書じゃなくても何らかの書面等であればか、こう書いてありますよね。これなんでこれびっくりマークで書いてるかというと、公正証書じゃなければならないっていうね、選択肢はよく出るんです。絶対引っかからないでください。そんなことはありませんということでございます。これご注意ください。この法律の中にはね、公正証書じゃなきゃダメやっていう書類が出てきたりするんで、結構ね、ごっちゃになって間違える人いるんでご注意ください。定期建物賃貸借は別に書面であればいいんですということでございます。定期建物賃貸借っていうのは、いわゆるですね、期間限定貸しですね、レオパレス的な感じの貸し方をするのが定期建物賃貸借ですね。マンスリーとかウィークリーとかそういう感じですね。イメージとしてはそういう感じになりますが、定期建物賃貸借は
ね、結構大家さん的にはすごくメリットはやっぱりあるんですが、借りる側からすると更新前提としてないので、まあ、メリットはちょっと少ないんですね。少ないとないというか、期間限定で借りたいという人は別にいいんですけど、そうじゃない場合に関しては、安易に定期建物賃貸借で借りちゃうと、更新したいですって言ってもですね、いや、できませんっていう風にもちろんなりますんで、それで認識をね、間違えてトラブルになったりすることありますんで、十分ご注意ください。この定期建物賃貸借の知識はね、必ず覚えておきましょう。ということでですね、次回は賃貸借契約と使用貸借契約、こういきたいと思います。ここね、よく出ます。賃貸借契約と使用貸借契約っていうものをですね、比較して、こっちはこうだけど、こっちはどうかみたいな聞き方をね、宅建試験でもよくしますし、賃貸試験でもよくします。これ使用貸借契約って何なんでしょうかというところですね。明日の配信をお楽しみにしてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、また明日。